ゴスロリもさ、また違った雰囲気があってめちゃくちゃ可愛いね。こんばんは、スフィアリアです。今回もね、濡れガラスの巫女遊んでいきましょう。さあ、では鍵をね、入手したので、ひそかさんのね、机を調べるところからやっていきましょう。ここだよね。ひそかさんの部屋は分かりやすいね。和室でね、扉も違うからね。さて、では、ここですね。開ける。小さな鍵で引き出しの鍵を開けた。失踪者。なんて読むのこれ。百瀬はるかかな？机の引き出しにファイルが、入れられていた。何枚かの紙の間に写真が挟まれている。百瀬はるか、氷の冬日。うん、これは依頼にあったもんね。よすがはありと。依頼者、対象者ともにカフェの元常連。高校時代にカフェに来ていたが、ある時を境に二人とも来なくなった。同時期に学校で集団自殺があったと聞いたが、関係は不明。これはあれだよね、みんなで死ねば怖くないって言ってたところだよね、これね。聞いたが関係は不明と。あ、読んだっけ？おとなしく優しい感じの子だった。頼まれると断れないタイプ。百瀬はるかさん。氷見野さんと写っていた写真に比べて、少し暗く沈んだような印象を受ける。これさ、毎回読んでて思うけどさ、この文章でさ、ね、少し暗く沈んだような印象って書いてあるじゃん？めちゃめちゃさ、そんな感じに見えるからさ、この文章もめちゃくちゃこう、なんて言うんだろうね、考えられて、こうね、書いてあるというかさ、ね、文章だけですごくわかるもんね、今どういう状況かなっていうのがね。失踪者、ひなさきみゆ。あ、これはあれだ、みゆちゃんはね、最初のムービーの女の子だね。足にね、髪の毛絡まってきた、エロい女の子ですね。エロい女の子ってなんか、ね、襲ってきたのは向こうの方だけどね。ひなさきみゆさん。この人も山でいなくなっているのだろうか。ひなさきみゆ。依頼者、いやまさち。対象者の、なるほど。ちょっと、漢字が苦手すぎて読めないけど、なるほどね。よすがはありと。母を探すと言い残し、行方不明に。実母は、本人が幼い頃に失踪。芸能事務所に、所属しており、マネージャーの証言では、失踪前に氷上山について調べていたという。なんかそんな感じするわ、みゆちゃんは。可愛いもんね。なんか、芸能人だなっていうね、なんかアイドルっぽいなっていう感じはするよね。みゆは勘の鋭い子だとのこと。依頼者である、ごめんね、漢字が苦手すぎて。心労が、大きい。合ってんのかなこれ、読み方ね、これね。ひなさきみゆのポートレート。線の細い綺麗な女性が写っている。この人が、ひなさきみゆさん。うん。留守番電話録音のカセットテープだ。少し古い日付とともに、依頼者よりとラベル書きされている。失踪者ファイル。柳市なんて言うのこれ。ひそかさんから名前を聞いたことがある。依頼者、宝女、蓮さんか。よすがはあり。繁華街の飲食店勤務。蓮の依頼で弔い写真の取材中に連絡が取れなくなる。元より放浪癖があるため捜索はせず連絡を待つ。人物としては良くない印象。蓮には付き合いを控えるよう注意。蓮さんの友人ということだけど会ったことはない。なんか俺もね、つるまない方がいいんじゃないかなーって思うなー。ちょっと偏見だけどね。引き出しの奥に手帳が入っていた。依頼者と話した内容が書かれているようだと。依頼者からの、連絡。生きているのか死んでいるのかもわからない。どこかをさまよっているのかもしれない。
助けを待っているのかもしれないと思うとじっとしてられない。でも何もできずに今この瞬間も帰ってくるのを待ち続けるしかないと。会話の重苦しさに耐えられずにもし帰ってきたらと聞いてしまった。静かに笑って、帰ってきたら言いたいことがあるとだけ。心を使い果たした意味だった。この人もいつか消えてしまいそうなほどすり減っていた。ユーリのそばを離れるのは心配だけど、待っているだけではダメだ。動かないと。ひそかさんはこのファイルの人たちを探していた。百瀬はるかさん、ひみのさんが探していた人ね。この写真があれば影見で追うことができるかもしれない。では氷上山に向かっていきますか。なんかね、今開けた瞬間にいるかなーと思ったんだけど、いないか。じゃあ降りてっていいのかな。ごめんね、こっちからだね。こっちからでいいんだよね。毎回さ、氷上山に行くときにね、自動的に行ってくれてたからさ、新鮮だな、こうやって実際に、ね、開けていくのね。玄関っていうかお店の入り口から出れんのかね。こっちで合ってるよな。あ、待って、裏口から出んのか、もしかして。裏口あるよね。影見はできないか。じゃあ玄関でいいよね。静かだなぁ。お？あぶね。外へ出る黒沢ひそか。よし。取れたぞ。ひそかさん。今度は私がひそかさんを。死なないといいけどね。遮影機の力を使い、さらに多くの人探しの依頼書を見つけたユーリ。ユーリは、ひそかの足取りを追い、氷上山へ向かう決意を固めた。4の雫、神隠し、ついに、神隠しが来たか。で、衣装を見たいんだけど、衣装は、これか？これだね。今着てんのがパンコーデ。ゴスロリコーデって買ったんだっけ、これ。あ、買ってるね。パンクコーデの方がまだいいな。水着も気になるけどね。鳥かごの指輪。1000ポイント？じゃあ買っちゃおうかな。はい。つけてる？これ。ん？つけてんのか、これ。わかんないな。とりあえず、水着ってのも気になるんだよな。これ買っちゃおうか。結構ポイントあるしね。ほい。水着青。ああ、そういう感じの水着なのね。なるほど。なんかね、なんていうの、こう、ブラとさ、ブラっていうか、上と下がこう、はっきり見えるタイプのさ、ビキニって言うんだっけ。ああいうタイプかと思ったら、ちょっと隠れてる感じの、水着なんだね。まあ、山に行くからな。あ、え？あ、すごい！ドアップにできるぞ。あ、でも下の方は見れねえのか、これ。下の方は見れないんだ。マジか。下の方見たいんだけどな。しょうがないな。じゃあ、とりあえず、パンコーデでいいかな。今回ね、新しいやつだからね。よし、じゃあ、これで行きましょう。戻る。はい。これで OK。冬日が探していた少女、百瀬はるか。ユーリは、ひそかの机から見つけた、はるかの写真をよすがに、氷上山へと向かう。難易度はノーマルね。アイテムか。アイテム、じゃあ、清めの火をちょっと多めに買って、5個にして、61式フィルム、あ、ん？何これ？心霊現象を体験できるようになるレンズ。それ聞いたらちょっと面白そうじゃん。ねえ、それ聞いたらちょっと面白そうだよね。
61式ちょっと多めに買っとこうか。50になるまで買っちゃおうかね、せっかくなんで。鏡石はいいかな。したらじゃあ万葉岩も、30個になるまで買っちゃいましょうかね。よし、これでいきましょう。四の雫、神隠し、小塚田優里。わあ、なんかこのタイトル画面がさ、ね、あれだもんね、これね。あの箱だよね。ね、なんかどんどんね、怖くなってきそうだね。密かの机から、人探しの依頼書を見つけた優里は、依頼書を頼りに人探しを開始する。自殺した氷見野冬日が探していた少女、百瀬遥。優里は自殺した冬日が、遥はここにいると言っていた場所。なんて読むんだこれ。片城神社かな？へと向かった。百瀬遥さん。氷見野さんが探していた人。密かさんもこの人を探していたのだろうか。うん。では、向かっていきましょうか。遥かの残影を追う。表示されてますね。で、この下ですよ。あー、いいですね。あー、でも、あー、走っちゃうと、あれなんだ。あのね、俺どっちかっていうとね、まあ、スカートもいいんだけど、俺はね、あの、ズボンのラインが見えた方が好きなので、なんでね、まあ、私服の方が俺は好みかな。こっちかな？山の方だよね。こっちですね。はい、進んでいきましょう。この辺は、あ？なんだ？ん？おー、出てきてるね。もうこの辺から出てくるんだ。よし、じゃあ縦にして。いいよ、戦うのね、面白いからね。毎回同じ人だな。襲ってきた。はい、もう一丁。はい。うまい。うまい。うますぎる。14式フィルム残り54枚。さあ、襲ってこい。はい。はい、もう一丁。近づいて、近づいて。そんなもんか？余裕ですね。なんか、モザイクみたいなのかかってる感じするんだけど、気のせいか？進んでいくよ。滝の裏側で佇む百瀬遥。ほう。なんかあるね。これは？なんか手が出てきそう。大丈夫か？拾うよ。手が出てきそう。大丈夫か？滝の水で湿ったメモが置かれていた。女性的な小さな文字で何か書かれているようだ。水の音で気がついた。行くのか戻るのか。戻るなら今が最後。冬日のところに戻るのなら。もう遅かったんだね。調べる。岩のくぼみの奥に古い、石碑が建てられている。苔で覆われ文字が彫られているのか、掘られているのかどうかもわからない。地滑りの犠牲者への慰霊碑だろうか。もうちょっと、あ、なんだ。おー、今の取れねー。今のは取れねー。くっそー。早いんだよな、落ちんの。もうちょっと ゆっくり落ちてくんない？ゆっくり落ちてくんないって、そりゃ無理な話だけどさ。万葉岩。いいですね。回復がね、いっぱいあるのはありがたいね。で、やっぱり右か。なんだけど、左側が気になるんだけど、ここは一回行ったな。こっちか。こっちは最初に行ったところの方だもんね。これは？危ない。大丈夫かな？でね、この、今のこの音。この、おーんって音。
これさ、あの、ダブルオーガンダム、そっちか。ダブルオーガンダムのさ、あの、映画を見た人はわかると思うんだけどさ、あの、エルスのさ、エルスの音にすごく似てない？ね、めちゃめちゃ、さ、ウォーンって音が似てるんだよな。で、アイテムがあるね。これは何？メモだけど、なんか出てきそう。大丈夫か？はるかの残したメモ。水の中にメモが残されていた。はるかさんのものだろうか。泣きたくなるくらい夕日が綺麗だからここまで来た。同じ夕日だ。生き残った時に見た夕日。夕日がこの山に入っていった。だから行かないと。夕日が山、まあ、表現としてはそうだけどね、実際入っていってるわけじゃないからね。この山の水に溶けるのが自然だと思った。正しいと思った。死んだ三人の最後の思いを受け取ってしまったから。夕日がだんだん近づいてきた。私が近づいているのかもしれない。逆にね。そしてなんかいるんだけど、襲ってきてるね。いっぱいいんのかこれ。いっぱいいるのかこれ。待ってくれ。襲ってきてる。このタイミング、このタ、いやー、ちょっと待ってくれ。待ってくれ。これはちょっと取れねえ。待ってくれ。これはちょっと、これは待ってくれ。待ってくれ。ちょっと、広いところで。あーっと、くっそー。ここ。えい。オッケー。いいぞ。広いところで取ってあげるから。広いところで。オッケー。よし。ちょっと、並んで。何？どこだ？く。左からも来てる。だけど、よし、映っている、このタイミングなら。オッケー。一人やれた。あなたはちゃんと縦に取ってあげようね。さあ、あなたはちゃんと縦に、V! はい、はい、もう一丁。あれ？終わったの？終わったのかな？うん。いやー、ちょっと、やばいかなーと思ったけど、そんなことはなかった。そっちに進んでってるね。よしよし。これまた覗けるか？覗けるなぁ。うん。あ？なんだ？後ろ？何？この人は、あの、飛び降りてた女の人。マジか、こいつやるときが来たか。顔がなかなか怖いなぁ、この女の子。襲ってきたー！はい、いい笑顔。あ？いい笑顔だよ。え？どこ？どこ？え？何？あ？え？どこ？え？あ、いた。どこにいるのかと思った。おいで。そんな、あの、目の前にいるよ。はい。おい。なかなか怖い顔をしてますね。どういった？またあの、岩の中に入っちゃった？岩の中入っちゃうと取れねえんだよな。こっち側から取るか。あ、来てる。何それ？何その？あ、押されてんの？押されて、おー、あー、なるほど。飛び込んでる、あの、モーションなのね、それ。あ、落とされる、やめてみたいな、そういう目線、あーって来てる。なるほど、そういうことか。なるほど。うん。こっちでいいんだよね。あ、こっちでいいんだよねって思ったら、うん、飛び込んでっちゃって、そのまま、落ちちゃったと、いうわけか。どこだろう、どこに行ったらいいんだろう。わかんない。あ、落ちる。はい。終わり？死んでないよな、これ。もう一丁。はい、おいで。はい。いい笑顔ですね。やった？やったね。
何？おー、上から上から降ってきたけどな。とりあえず終わったかな。じゃあ進んでいきましょうね。こっちで合ってるよね。今度は右、ん？あ、右で合ってるか。よし、じゃあこっち行きましょう。あ、これで、あれか、山の中入っていくのか。これだね。淵の森。さて、淵の森にもう一回来たんだけど、セーブが入ってない。入った。じゃあ、ちょっと長くなりそうなので、ちょうどセーブが入ったんで、ここで一旦終わりにしましょうかね。うん。ゴスロリも悪くないな。はい。ということでね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録や高評価、通知の Twitter のフォローなどをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。